やってみるか。くらえ。倒れろ。どこだ。打ち込め。さらに囲まれ。呼んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。 腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。まったく見通しが悪いわね。高いところにでも登ってみるか。 状況が逆転したな。敵はわずか。押し切るわよ。もう一発。もう一踏ん張りだ。これが私の。これぐらいの相手なら問題ないな。 なさそうな相手だな。もう一発。倒れろ。次は地べたが鬼合いよ。相手には困らないな。次は誰が。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった。 この調子でいきましょう。
あれがファガン遺跡か。なんで遺跡になってる。さあ、私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうか。なんでそこまで服にこだわるんだ。影を見誤った。容赦しないわよ。逃さない。くらえ。撃ち込む。はあ。昇竜と。くらえ。終わりよ。はあ。マグナルコ。なってしょうがない。リエンジン。はい。撃ち込む。決めてやる。マグナレイ。はい。決めてやる。何かに使えそうだな。行くぞ。独断禁止され。待てる。リエンジン。一撃だ。マグナレイ。こっちの番だ。次。なぜよ。やるぞ。下げろ。はあ。いつまで。独断禁止され。はあ。マグナレイ。リエンジン。独断禁止され。終わりだ。独断禁止決めてやる。私に任せて。よし。いい感じだ。容赦しないわよ。やっと水の力で倒れろ。下げろ。うっくらえ。行け。うっ、もらった。待てよ。マグナレイ。どこだ。ジュミナイヤ。よし、今のうちに。この子に仕留める。どこだ。あたれ。終わりだ。マグナレイ。はい。水の力。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。突破するぞ。リエンジン行くわよ。やっと撃ち込め。囲まれたか。ジュミナイヤ。リエンジン独断ランク受け。独断終わりだ。そこ、こっちが終わりよ。はぁ、ジュミナイヤクは、はい、次終わりだ。独断決めてやる。ジュミナイヤクは、リエンジン、
ましょう。よし、いい感じだ。ここにもフクロウ。意外といるもんだな。結果よ。まだ上を目指す。
題なさそうな相手だな。風よ。傷を治すわ。ファーストインパクト。ダンクーケン。殴られる。どこだ。上げろ。くれ。次。はあ。いるぞ。チームの。やっと。叩き攻め。ファーストインパクト。くれ。この調子でいきましょう。ファガン遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかったよ。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの。食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能に寄りすぎてて、もう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。できたわ。食べなさい。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？なあ、
まあ慣れたもんさ。けどお金さんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。いやそういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。大体あなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。俺もちゃんと普通の味を目指すから、それで勘弁してくれ。十分休めたな。進もう。ここね、ずいぶん古いけど確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった。透けて見えるのに通れない。イライラするな。曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんていつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりしてどうにかしのいでいるんだ。今にして思えばあまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね、空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いやでも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるが食べるか。いただくわ。ここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大震工事まで遡るのか。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。
こから入り込んだんだ一体。さあ、亀裂でもあるのか。この中だけで。さあ行くぞ。力の差も測れなかったのね。これは価値があると思うわ。感じた。これは箱なのか。レナのものね。中身はありがたくいただきましょう。結構歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか。もう疲れたの。いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてない。ほら、行くわよ。服を諦める気はない。突破するぞ。行けるわ。負けるわ。はい、打ち込む。自由の必要。何払う。ファーストエイド。行けるぞ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。高いな。
爆破してあげるわ。マジンクの力で。次は誰が。やっと風よ。やっと決めてやる。下げろ。危ない。どこだ。次。終わりだ。マジンクさん。調子で行き。レナの技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。さあ、ウルベゼクにも。戻るわよ。上機嫌だな。そん、ここは補給基地だとかって言ったよな。けどネアズは城跡だと言っていた。本当のところはどうなんだ。さあさあって。私が知るわけないでしょ。
レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの？そうは言わないが。300年前、レナから持ち込まれた資材の多くがそのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。だからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ありがとう、教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほら、さっさと行くわよ。今のは高ぶったな。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。目的地に着いたわよ。